高文です。今日はですね、オーガニックサウンズから発売されたオーガニックドライブ2機種紹介したいなと思います。一つ目がこのアーレスと呼ばれる、オーバードライブです。でもう一つがヒドラと言われるこのオーバードライブです。でこの2機種なんですけれども、まあ一体何が違うかというとですね、こっち側の方、アーレスの方が、深く歪みます。でヒドラの方が、クリーンに近いオーバードライブです。でどちらが良いかということはもちろんないんですけれども、個人的に感じるのは、こっち側のアーレスの方が、ハンバッカーを搭載したギターと相性がいいように思います。で逆にこっちのヒドラは、ハンバッカーだと音がちょっと太すぎてしまったりとかですね、する場合もあるので、シングルコイルの方が私は向いているなと思っています。それでは、弾いてみましょう。はい、それではアンプのダイレクト音です。じゃあオンにしてみます。こういう感じの音ですね。でこのアーレスなんですけれども、出力がすごい高くてですね、まあ、ヒドラにも言えることなんですけれども、アウトプットのレベルが非常に高いです。で今このですね、つまみの状態10時ぐらいなんですけれども、これぐらいで、アンプのその音 と、このオンにした時の音があまりレベルの差が出ないような感じになっています。でところがですね、このアーレスもヒドラもですね、2つとも両方共通して言えることは、レベルをグッと上げた方が気持ちよくてですね、なおかついい音がすると。でしかもですね、そこが一番本領発揮してるんじゃないのかなと個人的にすごい思ってます。で上げるとですね、アンプの音をブーストする形になってしまうんですけれども、すごい飽和感というか、なんか解放される感じになります。でコントロールする側もですね、ダイナミックスが非常につけやすいというか、面白い感じになります。ちょっとレベル上げてみますね。で逆にちょっと歪みを下げています。これで弾くとですね、じゃあちょっと歪みを上げてみたいと思います。全開にしちゃいます。ちょっとレベル下げます。こんな感じの音ですね。でちょっと、歪みをちょっと戻して、今度トーンのコントロール見てみたいと思います。今だいたい2時ぐらいになってるんですけれども、ちょっと全開にしてみますね。で逆にちょっとトーンを全部ゼロにしてみます。こんな感じの音ですね。どっちかっていうとですね、このトーンコントロールはなんかギターのですね、このトーンを上げたり絞ったりする感覚に近いんじゃないのかなとちょっと思ってます。なのでちょっとどのポジションにしても結構比較的使いやすいというか、まあ、仮にですね、ちょっと全開にさっきみたいにしてみても、
全然使えますし、12時にしてもこれでも使えますし、まあもちろんちょっと絞ってもでは、ヒドラの方を弾いてみたいなと思います、まずアンプのダイレクトもこんな感じです。オンにしています。ちょっとレベルのつまみを合っています。で、またさっきと同じようにちょっと歪みを少し上げてみますね。歪み全開してますね。ちょっとレベル下げてみます。全開にしていますね。少しレベルを上げて、ゲインを下げて、トーンを上げています。ちょっとヒドラ弾いてみました、さっきのですねアーレスに比べるとですねちょっとブーミーに感じるなとか思ったりすることもあると思うんですけれども、ハンバッカーのですねこのギターを使っているということもあります。その太さがですね逆にシングルコイルのギターに持ち替えるとその太さがですねかえっていい方向に働いてですね、音圧とかですねバランスが良い、太い音が出せるというようなイメージになります。ただですね、このレスポールタイプのこのハンバッカーのギターでも、十分かっこいい音が出ます。なので、アーレスも、ヒドラもですね、どっちが好きでどういうプレイをするかということによってですね、かなり変わってくるというイメージだと思います。はい、いかがでしたでしょうか。今日はですね、オーガニックサウンズのオーガニックドライブを2機種比べてみました。簡単なレビューだったんですけれども、何かですねこの動画についてご質問等ございましたらですね、下のコメント欄あとはインスタグラム、ツイッター等もやっておりますので DM 等で、何かお問い合わせいただければお答えさせていただきますのでよろしくお願いします。